年版引き継ぎ行事のために並んだ出し沢原の大祭は、千葉県、香取市沢原の市街地で行われる7月の、元宿祇園祭と10月の新宿秋祭りの総称。川越氷川祭、日立国総社宮大祭と共に、関東三大祭りの一つである。2016年12月に、ユネスコ世界無形文化遺産に登録されている。 大人形の霊出しに巡らされた彫り物の霊に層構造の出しの上部に歴史上の人物の大人形や町内で藁を用いて制作した大きな飾り物を飾り付け下段にわら林,林を演奏する下座連を乗せ奏でながら町内衆により引き回されるまた出しの前では手こまいの流れを組む手踊りが披露される飾り物の他に 多くの山車の周りには、彫り物が巡らされ、獅子や龍、物語等を題材にしたものが彫られている。市街地を流れる小野川を挟み東側を元宿、西側を新宿と呼び、それぞれ別々に祭りが行われる。佐原は、近世以降と根川周雲により菓しとして発展してきたが、江戸の祭礼文化の影響の下、と、京年間には、山車と林を中心とする祭礼が行われるように、 なった飾り物については、当初それぞれの町内で趣向を凝らして制作していたが、近世末期に大人形の飾り物が出現し、江戸の人形職人に飾り物の制作を依頼するようになった。佐原の出汁と林の形態は、市内の尾見川地区、東野省町、多古町など、茨城県の板多市、鹿島市、行方市、朝生などに見られ、周辺地域の祭礼に、 大きな影響を与え、沢原を中心とする、出し文化圏を形成している。2004年2月6日に、沢原の出し行事として、重要無形民族文化財に指定された。2016年12月に、ユネスコ世界無形文化遺産に登録された。2020年5月2日、土曜日新型コロナウイルス感染拡大防止のため、7月10日から12日に開催予定だった。 令和2年桜の大祭夏祭りの中止が発表された。2020年8月3日、月曜日新型コロナウイルス感染拡大防止のため、10月9日から11日に開催予定だった令和2年桜の大祭秋祭りの中止が発表された。2021年5月21日、金曜日新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 7月16日から18日に開催予定だった令和3年さわらの大祭夏祭りの中止が発表され2年連続中止となる。元塾、新塾それぞれの祭礼を取り仕切るのが年番と呼ばれる町内で3年間にわたって重積を務める。3年で交代するため年番が回ってくるのに数十年を要する。また前期に年番を務めた町内を前年番。 次に年番を務める町内を5年番と呼び、年番と合わせ前後三町と呼ばれる。出しの運行などの行事計画は前後三町が協議して決定し、行事については年番が一切を取り仕切る。年番の引き継ぎの行事がある年の祭礼を本祭、それ以外の年の祭礼を例祭と呼ぶ。出し行事の町内での組織はおおむね以下の通り。 年番引き継ぎ行事が行われない例祭の年には、町内ごとにルートを決めて引き回される、乱引きや出しの引き回しの見せ場の曲引きが行われる。曲引きには、前輪を軸にして、出しを時計回りに回転させる、野の,のあざ回し、楕円形を描くように出しを引き回す、小判回し、数十メートルの距離を緩球をつけて、直線的に往復する、ソロ番引きがある。 年番引き継ぎ行事のある本祭の年には、全町内の出汁が年番町を先頭に順列を、組順行し、所定の位置に出汁が並び下座連による投資、なぎれの演奏などが行われる、番組行事が取り行われる、近郊の出汁祭り、ありがとうございます。